はい、どうも皆さんこんにちは。今日はね、この今日から来た二次メダルチャレンジやっていきたいと思います。でね、この伝説の空域っていうボスにバルテンがいるんですけど、ボスのね HP がなんと240億だっけ、なんかめっちゃ多いので、ちょっとね今日はこの高火力パーティー使ってボコボコにしていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。ちょっとね、今日も外で動画撮ってるんですけど、なんかね急にめっちゃ暑くなって、今ちょっと暑いんでね、早く中に入りたいのでパパパッと終わらせていきましょう。とりあえずね、1回は闇の2コンボ組んでれば大丈夫かな。全体攻撃入れてね、はい、 OK です。でこのね、ミストバーンがね、8コンボ加算持ってるので、もう自動的にね10コンボになるんですよ、組んじゃえば。そう、闇の2コンボから倍率が出るから、遅延された。そうだからね、10コンボになるからもう余裕ですね。でまあここ闇2個あるんで、そのまま組みます。ちょ、全体入れられなかったけど、まあ火力高いんでね大丈夫かな。ほい、14、15、16で全員10強持ってるんで、ミストバーン3個持ち、バラン3個持ち、ダースベイダー2個持ちっていうね、もうバカみてえな火力パーティーなので、さすがにね全部溶けます。でここはあれかな、バラン使います。ボスでこのダースベイダー使いたいので、ダースベイダーは温存。はい、 OK、 いい感じなんじゃないですかね。最近皆さんゼロチャレンジ取れましたか？僕はちょっと原神っていうアプリに浮気しちゃってね、ゼロチャレンジ逃しちゃったんですけど、はい、まあ次のね昇降チャレンジは絶対取りたいなって思ってます。ってことでリファイブですね。リファイブも闇の2コンボ組めば飛びますね。でこのパーティー遅延耐性全然ないんで、みんな乾燥洗剤、ダメージ上限解放洗剤持ってるんで、遅延がないのだけがちょっとネックですね。はい、でもさすがに飛ぶでしょ。 OKOKOK、まあ、みんな乾燥出てましたね。で副属性までね、カンスト出してくれれば、さすがにバルテンも飛ぶでしょうってことで、闇の3コンボか4コンボ組んでいきたいなと思います。まあ、闇のね4コンボが組めれば多分確定でワンパンいけるんじゃないかなと火力的にね思ってるので、ちょっと組んでみます。下に1コンボ、真ん中に1コンボ、あーここか、あやばい、光、闇、あちょっとチンパンパズルになっちゃったけど、闇の3コンボ組めました。で、14、15で落ちコンがない15コンボで OK です。ワンパンできました。いやー嬉しいですねこれさっきねノーチラスでやってたんですけど、全然削れなくて、よし OK 勝てました。ってことでね、以上クソ動画でした。バイバイ。自己満動画でした。バイバイ。